わかります？このパリパリ感。はい、どうもー、シラフのリュウジでーす。はい、ということでですね、今日もやってみました。何チャンネルだっけ？お笑い酔いどれ料理チャンネルですね。飲み動画ではありません。今日はですね、僕がね、お酒飲んでないって言ったらね、何になるかって言ったらね、大体ね、思考シリーズですね。で、今回はですね、マジで自信あります。世界一美味しいドレッシング作ります。で、僕、唐揚げ気を使って生野菜食べるんですけど、ドレッシングをかけないと生野菜食べれないので、ドレッシングにはかなりこだわりを持ってるんですけども、僕の作るドレッシングの中でもダントツにうまいです。まあ結構ね、作り方がめんどくさいので、至高のドレッシングっていうような言い方にしました。これね、何がね、至高かっていうとね、酒が飲めるんですね。ドレッシングで酒飲める。それぐらいですね、美味しいドレッシングを、今回、やっていきたいと思います。で、あとサラダにするので、サラダの美味しい作り方っていうのも同時に紹介したいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、材料こちらになります。まずね、こっちがドレッシング。お醤油 55ml です。半端ですいません。大さじ4よりちょっと少ないぐらいです。で、L サイズ卵が1個、あとすりごま 15g なんですけども、大さじで言うと4ぐらいかな。味の素、これ重要なので、これ絶対使ってください。これがないと至高のドレッシングにならないです。これが小さじ1弱ですね。あと、ひまわり油、これもごめんなさい、今回本当に至高なので、ひまわり油買ってください。サラダ油でもできないことはないんですけども、サラダ油だとちょっとえぐみが出るんですね。なので、このオレンジとか、あのひまわり油、だからサラダに生食に適してる、癖のない油ですね。あとはね、米油とかもいいかもしれないです。なんですけども、今回はひまわり油、これあのスーパーに絶対売ってると思うので、これ買ってみてください。今回ドレッシングね、お野菜も入れ込みます。玉ねぎ 35g、 人参 35g で、あとニンニク1かけ、これ 4g です。はい、本当に至高を、求めるんであればグラム測った方がいいと思います。これをドレッシングに使います。で、あとは今回は、レタス、レタスだけでも美味しいんですが、今回はちょっとそれだけだと寂しいので、しめじ、これ炒めたソテーしたしめじも乗っけます。はい、それではですね、やっていきたいと思います。まあ、まずですね、皆さんドレッシングがね、何かっていうことですね。ドレッシングはまあ、野菜をね、ドレスアップするっていうね、そんな意味あるね、ドレッシングですからね。そのドレッシングなんですけども、僕もドレスアップしていきたいと思います。至高のドレッシング、僕バージョンですね。僕にかけるドレッシングですね。ウイスキー適量です。適量ですね。そしてこれで、僕をドレスアップしていきます。ドレッシングを僕にかけるとですね、目がね、生き生きしてきているところです。すいません、これやんないと始まらないので、皆さんね、この茶番が嫌だったら飛ばしてくださいね。そのための飼育場ですからね。ということで、やっていきたいと思います。まずですね、ゴムチョッパー、今回はね、これ使います。それかミキサーでもできます。で、最初に玉ねぎ、ちょっと待ってくださいね。ちょっとね、切った方がいいです。そうでね、加管しやすいのでね、玉ねぎもですね、ちょっとね、いい感じ。玉ねぎね、皮付きのままで構いません。よく洗ってくださいね、これね。人参です。玉ねぎもう酔っ払ってんのか。人参はね、硬いのでね、なるべく細かめに入れてあげる。で、にんにくも入れちゃいます。で、ここにですね、生卵、これも入れちゃいます。蓋を閉めて、ね、これね、マジでよく見てください。トロトロのドレッシング状になるぐらい引きます。これね、フードプロセッサーとかでも大丈夫です。これがない方はちょっと今回作れないので、すいません、こういうブームチョッパー、これね、安いのでね、2、30で買えるので、こういうのを買っていただくか、フードプロセッサー、もしくは、ミキサーみたいなのを使ってください。最初に、こうやってミキシングしていきます。はい、ブームチョッパーね、結構ね、刃もね、細かいので、いい感じで擦れる。もういいかな。あ、もういいですね。かなりいい感じのドレッシング状になってると思います。この交換した野菜と卵、これをですね、ボウルに移していきます。そうしましたら、すりごまですね。すりごま、はい、全部入れちゃいます。味の素ですね、味の素。あとお醤油、はい、こういう風に混ぜて、そうしましたら、オレンジですね。こいつがですね、210cc ですね。で、これドレッシングなんですけど、まあ他のドレッシング作る時もそうなんですけども、少しずつ加えてくださいね。少しずつ入れながら、
めんどくさいんですけども、ちょっとずつやってください。一気にやるとね、気にします。持ってる人は本当にフードプロセッサーでやってください。フードプロセッサーに少しずつさらしながら、ミキシングすると超楽なんで。よし、もう全部入れちゃう。そうするとどうですか、こうね、とろみが出てるの分かりますかね、これね。はい、ね、乳化してますか、これね。これですよ。で、ここにホワイトペッパーなんですけど、なければ普通の粉胡椒でいいです。適量加えていきます。どうですか、こんな感じのドレッシングです。はい、あんまり見たことないんじゃないかな、こういうドレッシング。完璧ですね。もう撮影終わった疲れたから至高のドレッシングが完成しました。で、これかなり量あります。はい、レタス2玉ぐらいいける分ぐらいです。はい、これ冷蔵庫で1週間、まあ5日から6日間保存できるんで、そのうちに食べきってください。安心してください、これうますぎて賞味期限が持たないと思います。本当に何にかけてもうまいんです。ドレッシングを作り終えたので、サラダを作っていきます。今回ねレタスを使います。と半玉ぐらい、はい、芯は落としてですね、ここで一口サイズに、切っていただければ大丈夫。こいつをですね、ザルにあげます。数分水につけておきます。そうするとですね、レタスシャッキリしますんでね。これね、ぜひねやってみてください。これをやることによってね、野菜のシャッキリが全然違う。少し置いておきます。キノコの下ごしらえします。ざっくりほぐしておいて、オリーブオイル、まあ、少しですね、小さじ2ぐらいかな。もうキノコ入れちゃいます。さっとね、熱を通したいだけなので、お塩一つまみ、これで炒めるだけです。もうこれぐらいしなっとしたらもう全然平気です。はい、そしたらですね、もう火止めて、でですね、さっき水に浸してたのが、まあ、数十分経ちましたので、こんな感じになってます。結構シャキシャキになってます。皆さんですね、レタス洗ってそのままドレッシングかけたりしてないですか？多くの人がやってるんですけども、水を付着したままドレッシングかけちゃうんですよ。そうすると味が薄くなって全然サラダ美味しくないんですね。今回ちょっと道具使わせてください。本当にこれやるだけでサラダ100倍うまくなるんで。てってかてってってってサラダスピナー。これはね、遠心力でね、この野菜の水分を飛ばすっていう機械なんですよ。これね、サラダが100倍うまくなるんで、買ってもいいと思います、僕は。で、ここにね、乗せますね。はい、こうなんですね。このレバーを下げるだけで、回るんですね。はい、1分ぐらいやれば十分かな。そうするとですね、サラダがね、水を全然まとってない、乾いた状態になるんですね。ではですね、盛り付けに入りたいと思います。レタス半玉。わかりますか？このパリパリ感。キノコ。食感がね、加わってね、非常に美味しくなるんです。で、先ほどのドレッシングですね、これはね、使う前にまた攪拌してください。これね、分離しちゃってる可能性がありますので、こんな感じ。最後に、パセリですね。至高のドレッシングサラダ完成でございます。はい、それではですね、できましたので食べていきたいと思います。いただきます。ちょっとなくなっちゃいましたね。いや、久々にこれで飲むな。じゃあ、いただきます。うん、うめえな、このドレッシング。僕はホームパーティーを昔よくやってたんです。その時に必ず出してたドレッシングなんですね。これはですね、ほぼ 100% レシピを聞かれるんですね。うん、黙らん。感じ的には、マヨネーズじゃないんですけども、卵も入ってるんで、卵と油を加熱することによってドレッシングになってるんですけども、なんていうのかな、ちょっと和風ドレッシングにかなりまろみがついたような感じになってますね。でね、お酢とか入れてないんで、ドレッシングなのに酸っぱくないんですよ、これ。それがね、このね、ドレッシングのね、最大の特徴。ドレッシングって基本全部酸っぱいじゃないですか。で、僕、酸っぱいドレッシングが苦手だったんで、昔から。今は大丈夫なんですけども、これを初めて食べた時に、衝撃を受けました。こんなうまいドレッシング世の中あったのかと。
うん、本当においしい。普通ドレッシングって野菜を食べるためのものじゃないですか。このドレッシングにおいてはですね、このドレッシングを食べるために野菜があるので、それぐらいドレッシングうまいです。お野菜不足の方もぜひねこれねかけて、トマトとかでも全然、水菜とか茹でたアスパラとかもう何でも美味しい。お肉とかお魚とかにも結構合いますよ。これいろんな使い方ができるドレッシングですもんね。ぜひねもう1回作ってほしいですね、これね、このレシピ通りに1回。やべ、1本目なの結構飲んじゃったな。なので皆さんぜひ作ってみてください。はい、ではですね、今日の料理美味しそうだなとかですね、食べてみたいなと思った方はぜひぜひチャンネル登録および高評価をよろしくお願いします。